エドガール・モランエドガール・モランは、フランスの哲学者、社会学者である。その仕事は、諸学門の教会を横断する長領域制で、知られている。また、文化人類学者、ジャン・ルーシュと共同監督した、ある夏の記録によって、ヌーベルバーグの映画監督としても知られる。ユダヤ系スペイン人の出身である。1921年7月8日、フランス・パリで生まれる。 読書や映画、航空、サイクリングなどを楽しむ少年であった。哲学における仕事は17世紀を多様な視点から描き出す研究から始まった。人民戦線とスペイン内戦中のスペイン共和政府との関係で社会主義に関係するようになった。1940年にドイツがフランスを侵略した時、モランはトゥールーズへ逃れた。当地で マルクス主義的社会主義にコミットし、難民を助ける仕事に従事した。レジスタンス運動に参加し、1941年にフランス共産党に加わったが、その時党はゲシュタポに迫害されていた。1944年8月のパリの解放に参加。翌年、ビーオレット・シャプロボーと結婚し、ランダウに住んだ。そこでは、 ドイツにおけるフランス占領軍の注意を務めた。1946年、パリに戻り、軍人としてのキャリアを捨て、共産党との活動を追求した。そのクリティカルな姿勢のために、党との関係は次第に脱領域化し、フランスオプセルバトゥール氏にある記事を書いた後、1951年には党を除名された。同年、数人の知識人の推薦によって、 国立科学研究センターに入った。同センターに加わり、モランは映画領域における社会人類学の分野に入り、シュルレアリスムを探求したが、依然、社会主義を捨てはしなかった。フランコ・フォルティーニ、ロベルト・グイドッチ、ヘルベルト・マル・クーゼラの哲学者たちと理想を共にした。雑誌、アーギュメンツを、創刊編集発行した。同時期、 アルジェリア戦争へのフランスの関与に対して抗議活動を行った。1959年、書籍、自己批評スターリニズムと知識人が出版された。1972年、リオデジャネイロのコロキウムでのエドガー・モリン。1960年、ラテンアメリカ諸国を広範囲に旅をし、ブラジル、チリ、ボリビア、ペルー、メキシコを訪問した。 土着文化及びアフリカ系ブラジル人に強烈な印象を受けた。フランスに戻り、時代精神相対衆文化の社会学を出版した。またこの年、映画、ある夏の記録を、ジャンル・ユーシュとの共同監督作品として発表、カイエリュシネマ氏で絶賛される。後に1965年、ベネツィア国際映画祭の審査員を務め、 同年公開のアンリカレフ監督の劇映画、真実の時間ルールでラベリテの脚本を同監督と共同執筆した。1965年初頭、モランは、プロゼベにある科学技術研究代表派遣団の出資による巨大な多量域的プロジェクトに関わり始める。プーランの素朴なキャビンで暮らす間、1965年の1年を、 共同研究者と共に調査に費やした。2年後、調査結果が発表された時、彼の仕事の長領域性によって、DGRST はモランに異端のレッテルを貼った。この事件は、パリの学術世界への権を増大させ、パリの外側での仕事にさらに多くの時間を費やすこととなった。1968年、アンリル・フェーブルに代わり、 パリ大中大学ナンテールに赴任した。フランス国内で起こり始めた学生の反乱に関与し始めた。1968年5月、ルモンド市に一連の記事を書き、学生コミューンとモランが呼ぶものを理解しようと努めた。5月革命を密接に追いかけ、ルモンド市に顔のない革命と呼ばれる第二弾の一連の記事を書いた。また、コルネリウスカストリアディス。 クロードル・フォールと共に学生コミューニを共同執筆した。1969年カリフォルニア州サンディエゴのラホヤにあるソーク研究所で1年を過ごした。同研究所にいる間に DNA の発見に始まる遺伝学革命に親しみ、そのことがサイバネティックスや情報理論、一般システム理論についての彼の意見形成に貢献した。 1983年、ソ連の本質全体主義的複合体と新たな帝国を出版、同書はソビエト共産主義への彼の分析を深めたもので、ミハイル・ゴルバチョフによるペレストロイカを予想したものであった。1991年、ジャン・リュック・ゴダール、アンヌ・マリー・ミエビル、ジェーン・バーキン、シャンタル・アケルマン、ルネ・アリオ、ジャック・ドワイオン、ロマン、グーピル、 ロバート・クレーマー、パトリス・ル・コント、ミシェル・ピコリ、アラン・レネ、コスタ・ガブラス・三33人の映画監督が共作する、オムニバス映画、忘客に抗って、のアラン・コルノー監督編、あり、ムハンマド・アル、カジー・ジー、リベアに主演する。2002年、コレジアム・インターナショナルの創設に参加した。モランの認識論的仕事は、複雑性と呼ぶ、イデオロギー、政治、 科学の三角関係の最高を試みたことを理由に革命的と見ることができる。複雑は単純の反対としてではなく方法としてここに存在し、その方法とは単純とはただいつも単純化された何かだということを知ることで宇宙の謎を尊重する。この巨大な人力は全六巻にわたるモランの主張、方法に見出すことができるが、これは 単に科学的なプロジェクトではなく、20世紀の、心臓部からの複雑なメッセージでもある。アルフォンソ・モンツオリによれば、ということである。アーティクルエドガー・モーリン、A Partial Introduction by A モンツオリ、カリフォルニア・インスティチュート・オブ・インテグラル・スタディズ。ありがとうございます。